スペックガゼルは、ウシカガゼル属に分類される、グーテ類。ソマリア北部及び、中部体長95から115センチメートル。お腹15から20センチメートル。肩高50から60センチメートル。体重15から25キログラム。全身は、約5センチメートルのやや長い体毛で覆われる。背面は泡ばい褐色。覆面は白い。 体側面に黒か主色の筋模様が入る。顔の中心は肺褐色で、目の周囲や鼻腔後部には黒い反紋が入る。死ゆともに扁平で、15から20個の環状粒子がある角が生える。拡張15から30センチメートル。次回は細長く、後部が肺褐色がかった白い体毛で覆われる。 花面には膨らますことができるコブがある。オスは角が太くて長く、感情の流気がより明瞭。メスは大体部に暗色の帯模様が入る。標高2000メートル以下にある半砂漠地帯や矢淵、ステップなどに生息する。一頭のオスと複数頭のメスからナルコから十頭の群れを形成し、生活する。危険を感じると花のコブを膨らませ大きな音を出す。 植生は植物食で主に草や木の葉を食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は7ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。生後1年6ヶ月で生成熟する。飼料家畜との競合などにより生息数が減少している上に内戦による絶滅が懸念されている。また干ばつによっても生息数が減少している。 エチオピア東部では確実な発見例が1件あるが、現在も分布しているかは不明。ありがとうございます。